梅北城は、現在の宮崎県都の城芝生北町にあった山城。城石は、都の城市指定史跡に指定されている。宮古城盆地の南部、梅北川と沼川の合流点を望む、白須大地の生端部とその南側に取り付く一段、低い海石線上地面に位置している。万治三年に、平末元によって築城されたという伝承があり、 三国名小図へによると、木内は四つに区分され、飛び長城、上村城、中の城、新城と呼ばれていた。現那元年に廃城となるまで、約590年間、南九州の覇権をめぐる争いの中で、要害の地として活用された。島津層を開発した、太宰大元、平末元が創築したと伝わるが、詳細は不明である。南北朝時代には、 南朝側の拠点となっており、15世紀後半の島津市領有を経て、15世紀末には新色市の領有となった。協力元年に伊東氏が攻め寄せると、新色忠勝は梅北城より兵を出し、一旦は冷水にて伊東氏の軍を破ったが、北郷忠助と結んだ伊東氏に再度攻められ、黒坂にて敗北して、梅北城に逃げ込んだ。その後、天文年間以降は、 北郷氏の市場となったが、豊臣秀吉の九州征伐後の文禄三年に、島付領内で検知が行われると、北郷氏は、家道院へ移され、移住院氏の所領となった。慶長四年に起きた、省内の乱では、梅北城は、移住院忠実の都の城を本城とする十二外城の、一つとして、日置前財門、日置閣内、渋谷中在門らが立てこもったが、 慶長5年3月10日に降伏会場した。降伏後、忠実は永一万国へ移され、都の城には丘陵主であった北郷氏が復帰して乱は終結した。原和元年の一国一条例により、廃城となった。中の城は全体がよく温存されており、北側に土塁を備え、梅北城の中で最も防御機能が高い車とみられる。 新城は東側の土塁が崩され、堀が埋め立てられているなど破壊が進行しているが、残っている土塁は傾斜角度が急で上あつらも幅広に整えられており、土塁の高さや堀抜き模等の状況から、戦国末期から植放期のものとみられ、慶長4年の省内の乱を契機としたものと推定されている。上村城は尾根が大きく作兵されてしまい、遺構が失われている。 宮崎県中近正常館跡緊急分布調査、報告書通等を再掲したもの。ありがとうございます。